はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画にね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、まあね、非常にまずいことになってますね。大阪弁やったらこらあかんですよ、ほんまに。まあ、話題になっているその献血のポスターにね、賛否の声がたくさんテレビで放送されてますね。環境型セクハラってね、言われてますけどね、まあ、あれ見た人います？まあ、ツイッターでね、2、3週間前かな、上がってきたんですけども、まあね、もうちょっと体が膨らんでなかったら、問題視されることもなかったんでしょうけどね、もうちょっとなんかタイトな感じに描かれてたらよかったのになぁと思います。まあその外国人の男性のね、ツイッターで有名になったんですけども、まさかこんな大事になるとはね。漫画やね、アニメのキャラクターをポスターのモデルに採用するのはね、こうキャラクター自身にスキャンダルがないのと、まあ、その漫画を見てくれている年齢層のね、支持を得られるというメリットしかないとね、日本赤十字の人が話していました。まあ、若い年齢層と言っていましたが、今回は16歳か18歳が対象みたいですね。まあ、ていうか、同じ漫画でもね、もっと違うポーズとかあったんちゃうかな思うんですけどね。まあ、漫画家さんが絶対これしか使ったらあかんって言ったんならしゃあないですけども、まあ、献血がもっとたくさんの人にね、知ってもらえるというか、まあ、今回で知ってもらえたからいいんですけど、まあ、でも、もうちょっと体のラインがこうタイトな、ね、のを使ってほしかったですね。どうせこんなことになるんやったらね。まあ、原作とは違うってなっても文句言う人はそこまでおらんと思うでしょうし、まあ、それにね、こう、今まで出てた、そのね、献血のポスターに使われてたようなね、芸能人の人らとかも、まあ、こんな取り上げ方されたら、まあ、いい気しないですよね。まあ、そうそう、先日もね、乃木坂46の人らが献血握手会をされてましたね。そんなんもいろいろあるんでね。なんかね、もうちょっとなんか使える写真とかね、絵とかね、あったんちゃうかな思いますね。なぜあれを選んだのかっていうところですよね。日本赤十字の人らがね。まあ、こうやって僕がね、この献血骨髄バンクにご協力お願いしますって言ってる人間としては、まあ、ちょっと引っかかることやったんでね。まあ、でもまあ、賛否の声のね、賛も P もあるってことなんで。まあ、きっとこのままフェードアウトされるような話なんでしょうけど、まあ、ちょっと気になったんでね、喋ってみました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。